サッカーをこよなく愛する皆さん、フーデンミダーフ。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、ノーマニアタックナンバーワン、タイ念仏の手。恵まれた天候の中、アムステルダムスタディオンから実況金武彦がお送りします。大観衆が固唾を飲んで見守ります。アルビトロ主審のホイッスルで試合がスタートしました。左から右に攻めます。ブルーと黄色のユニフォーム、グランデ。ノーマニアタックナンバーワン、監督ドログバー。これは危険です。前半4分、マルコ・カネイラ、残念ながらここでベンチに下がります。さあプレー再開です。奪われます。クリンスマン、うまくカット。ここは狙ってましたね。このボールを、あっと、ロナウド、ロナウド、タッチを割ります。押さえて放り込む。キーパークリア。クリンツマン突破していく、運んでいった。トッティ止めて、ビッグチャンス。得意の右足、ファインセーブ。左サイドからのコーナーキック、狙ってきた。さあプレー再開です。繋いでいきます。このボールをドリブリング、サニョール、ドリブル取り返します。止めて、中に折り返す。素晴らしい反応です。ボールはロナウド、ボールを回します、持ちます、自分で行く。先に先制点を手にするのはどちらのチームか。ボールタッチはドログバー、ドログバー。ボールタッチはプポーネ、プジョール。ボールはドログバー、ダボー。狙ってきた、入った、ゴールです。1対0ゴールデンファルコン、ジュルゲン・クリッツマン、待望の先制点です。さすがのゴールです。ドログバー、ここでホイッスル。1対0、ハーフタイムに入ります。アルビトロ主審のホイッスルが鳴って後半のキックオフです。アルベルト・ルーケ、後半からどんな活躍を見せてくれるんでしょうか。さあダボー、持ちます。ティアゴ、キエリーニ、ボールを運ぶ、トッティ、ボールを回します。ルーケ、アタック、ダイレクトで打った、レッツテック、決まった。2対0、イル・プリンチベ、フランチェスカ・トッティ、チャンスを確実にものにしました。闘志あふれるシュートでした。ワントラップ、ボールを運びます。ドログバー、メッシェ、サイドへ上がっていった、キエリーニ、ロナウド取り返します。クリア、抑えて、あっと、さあロナウド前に出しました。ガトゥーズ、感じてませんでした。奪われます。バレージ、さあプポーネ、右サイド、ライン際当たり送った、ロナウド、ブラウニー、おっと、このボールにトッティ止めて、キエリーニ、渡りません。エリア内、センタリング、これはキーパークリア。さあ残り時間わずか、タッチを割ります。後半41分、マルコ監督、ミシェル監督、両監督に動きがあります。止めて、突破していく、ボールを受けて、
突破していく。割って入ります。上がっていった。バレージ、ここで審判のホイッスル。2対0グランデ。ノーマニアタックナンバーワン、堂々の勝利。